フルメタルパニック、フルメタルパニックは、富士見ファンタジア文庫から刊行されているガトーショ小2のライトノベル。また、これを原作とする漫画、アニメ作品。公式略称は、フルメタ。原作のイラストは、式同時、幼少期から戦場に身を置いてきた一人の兵士を主人公にした SF ミリタリーアクション作品。年の時点で本筋となる長編が、 全12巻、番外編の短編が全9巻、外伝のサイドアームズが2巻の全23巻が発行されている。タイトルは、スタンデー・キューブリックの映画、フルメタルジャケットをもじったものであり、フルメタと略して呼ばれることが多い。同映画との混同を避けるため、完全金属騒乱と呼ばれることもある。2015年の時点で、シリーズ累計発行部数は1100万部を、 突破している。アニメシリーズは独自色が強いものの2002年から3シリーズが制作され2018年4月からは第4シリーズが放送された。また2017年11月から2018年1月までにかけてテレビアニメ第1期の再編集版が公開された。詳細はアニメを参照。ストーリーは対テロ軍事武装組織。 ミスリルの西太平洋戦隊に所属するソウ宗介がソビエト連邦東部で一人の少女を保護するところから始まるウィスパードと呼ばれる能力を持った少年少女と彼らがもたらしたブラックテクノロジーによって変わってしまった歴史をめぐるソウ宗介の戦いを書いたハードでシリアスな長編と他に長編を保管するエピソードを収めたサイドアームズシリアスな長編とは 打って変わった平和な日本社会の中で主人公が引き起こす騒動をコミカルに書いた短編の三つのシリーズに分かれメインストーリーにあたる長編ではブラックテクノロジーにより異なる歴史を歩んだ冷戦末期の1990年代の各国が舞台になっており本編シリーズとも呼ばれる短編では前述の通り長編とは異なり主に日本が舞台となっており 時系列順に進みシリアスなストーリーが展開される。長編とは違い、コメディー色が強い単発エピソードが時系列に沿い形で収録されている。短編2巻以降、巻末で長編を補完する書き下ろしエピソードが収録されていたが、作者の長編と短編は別物であるという強い意向を受けて、サイドアームズと題されたシリーズが生まれ、6巻以降の巻では、 長編と関わりのある短編は、サイドアームズに収録されている。サイドアームズは、長編を保管するシリアスな短編集となっており、こちらは、長編の概念という位置づけである。長編シリーズと、サイドアームズを合わせ、本編シリーズと呼ぶこともある。1998年より、月刊ドラゴンマガジン、富士見書房に、掲載、連載された作品を中心に、 富士見ファンタジア文庫から単行本が刊行され、2004年に短編シリーズが終了。以後は長編シリーズとサイドアームズのみの展開となっており、長編最終巻が2010年7.8月に発売され完結した。サイドアームズに関しては今後も発売される予定。発行ペースが不安定ながら、連載開始から長きにわたって富士見ファンタジア文庫を代表する。 看板作品として扱われていた。連載12年目に発売された、長編シリーズ最終巻、ずっと、スタンドバイミー下でも、オリコン週間法ランキングで、文庫部門初種売上第1位獲得しており、シリーズの発行部数は1100万部を超える。また、長編シリーズは特に評価が高く、長編休館、集うメイクマイデー発売時には、このライトノベルがすごい。 2008にて作品部門ランキング1位を獲得。さらに主人公の相良宗介が男女総合キャラクターランキング1位を獲得し、ダブル受賞となった。解説ではシビアなストーリー展開と魅力的な男性キャラクターが主に支持を集めていると書かれおり、この件に関してライトノベルというジャンルにおいて主人公がここまで支持されることは本当に珍しい例として挙げられた。 シリーズ開始当初は学園物として売り出そうとしていた出版社の意向に原作から逸脱したメディアミックスが多く本作のメディアミックスは長らく迷走していたが長編や相原宗介をはじめとした男性キャラクターやエースの方が人気が出たこともあり次第に長編をベースにした原作に寄せたメディアミックスが増えていった2000年平成12年に タテオ・キヨシによる漫画版フルメタルパニックがスタート2002年平成14年からはアニメ版が放送開始された2005年平成17年にはゲームスーパーロボット対戦 J にアニメ版1作目と2作目が登場し2007年平成19年にはスーパーロボット対戦 W にアニメ版1作目と2作目に 加えアニメ版3目も登場した。2014年、平成26年、および2015年、平成27年には、第3次、スーパーロボット対戦 Z シリーズに、初のボイス付きで参戦。天国編では、原作小説版が、初参戦。TV アニメ化に先駆けてアークスマイナス8レーバテーン、が映像化した。立体物関係は、リボルテック山口。 ナンバー59馬庭園を皮切りにロボ魂など、数多くのシリーズで、a s が立体化されている。2009年、平成21年に、ハリウッドで、実写映画の企画が発表されている。2011年、平成23年8月からは本作品の10、数年後を舞台にした初のスピンアウト作品、フルメタルパニック、アナザー、チョ、大黒な音。 原案監修、ショー2が連載開始され、2016年に完結。2012年、平成24年に、笠原哲郎によるサイコミカライズ作品が連載開始された。2013年、平成25年10月25日に、シリーズ15周年を記念し、フルメタルパニック、ブルーレイボックスオールストーリーズが発売。2016年、 平成28年12月23日に TV アニメ新シリーズ放送記念のオーディオドラマフルメタルパニック踊るベリーメリークリスマスが配信開始。2018年平成30年4月よりテレビアニメ第4作フルメタルパニックインビジブルビクトリーが放送。また時期を前後して同年3月より長編シリーズが順次。 データ配信のオーディオブック化されている前述のオーディオドラマとは異なる。いかなる国家にも属さず、軍事力による平和の維持を目的とするタイテロ国費傭兵組織ミスリルは、軍事的な緊張状態にある紛争地帯などに出没し、強襲揚陸潜水艦、ドアハーデ、ダナンや最新鋭の人型強襲兵器、アームスレイブなどを送り込み、テロリストや独裁政権を 国費裏に殲滅していた。ミスリルの特別対応班に所属する最年少エージェント相良宗介は都立人大高校に生徒として潜入し、仲間と共に千鳥要を秘密裏にボディーガードするという特殊任務を与えられる。幼少時からゲリラや傭兵として激戦地を渡り歩いてきた宗介は平和な日常での常識が皆無で、 日本の生活に全く馴染めず失敗を繰り返すが、二人は次第に打ち解けていく。そんな中、宗介のかつての旧敵でありミスリルの敵対組織アマルガムのガウルンが沖縄への修学旅行中の金目を拉致すべく、学年全員を巻き込んでハイジャックを決行して北朝鮮へと着陸する。なぜ金目が狙われるのかさえわからない絶望的な状況下で、 援軍の到着を待つ宗ケは一人決死の反撃を開始する。協力的に戦闘を楽しむガウルンのカル、謎の特殊兵器、ラムダドライバーを持つ新型アームスレイブとの戦闘により、負傷した宗ケらは金目を連れて逃亡するが、次第に敵の包囲網は狭まっていき包囲されてしまう。絶体絶命の窮地に陥ったその時、 ダナンからの緊急展開ブースターにより出されたミスリルの最新型アームスレイブアーバレストがその姿を表すのであった。ハイジャック事件から約2ヶ月、様々な思惑が絡み、名目上は護衛という形で、相良宗介は千鳥要護衛任務を全うしていた。そんな中、成田空港の税関で奇妙な行動を繰り返して職員に襲いかかった。 少年が逮捕された。タクマと名乗る少年と越見した、テレサティスタロッサは、彼にラムダドライバ搭載 AS を操縦する資質を感じ取るが、直後テロリストによる爆破事故に巻き込まれる。タクマを確保したテッサは宗ケに助けを求めるが、ナメを巻き込んでしまい、人大高校へと避難をする。しかし、タクマの策略により場所を突き止められ、テッサとナメは、 捕虜となっていまう。テロ組織 A21 に捕まった二人を救出すべく、宗ケらは有明に停泊する大型コンテナ船に侵入し、金目たちを救出したものの、全長40メートルを超える超巨大 AS、ベヘモスの起動を許してしまう。圧倒的な質量とラムダドライバの障壁を持つ、ベヘモスに通常の AAS は全くの無力で、宗ケたちは、 軽トラックで逃走を試みる。無敵のベヘモスを倒すべく、テッサは国際展示場、ビッグサイトにアーバレストを投下する、要指示。アーバレストの射撃により、ベヘモスの弱点であるラムダドライバの冷却装置を破壊され、自重を支えきれなくなったベヘモスは崩壊。操縦していたタクマは、姉と思い込んだテッサに抱かれたまま、息を引き取った。 トゥアハーデガナン出港一周年記念パーティーに招待される千鳥カナメだが、些細な行き違いから相良宗介と険悪な関係となってしまう。そんな中田ナンがシー・ジャックされてしまう。実行犯はかつて死んだはずのがウルンだった。最悪のシー・ジャック事件から2ヶ月、相良宗介は命令のままに千鳥カナメの護衛と戦場での任務をこなしていた。しかし、 これまでの事件から、アークスマイナス7アーバレストと宗介の重要性を鑑みたミスル上層部の決定により宗介は、金目越え任務終了を言い渡される。金目との接触を禁じられ、別れも言わずにミスリル作戦本部に戻る宗介だが、金目との間を引き裂いたミスリル上層部と相手仰ぐべき期待アーバレストへの不信感が募る。香港では謎のエースが暴れ、 内戦になりかねない事件が勃発していた。宗介は心にしこりを残したまま戦場へ出る。一方、一人残された千鳥目も正体不明の暗殺者に狙われていた。香港での戦いから2ヶ月経った12月、激しい戦いを経て今まで剣をしていたアーバレストに愛着を持ち始めた、宗介。アーバレストに搭載されている超高性能 a i ルも 自我を持ち始めていた。そんな中、ミスリルを裏切ったブルーノへの拷問と死んだガウルンの残した情報により、今までのテロの裏で糸を引いていた黒幕アマルガムの情報を得たミスリルはアマルガムへの先手を打つため、作戦を開始する。宗ケの正体、金目の正体に薄薄気がつきながらも、彼らのために便利を図ってきた林水元生徒会長に告げられたのは、 金目が学校を去らなければ深刻な事態になってしまうという警告だった。さらに金目と宗介の前に現れたレナードから聞かされた知ってはいけない情報を知ってしまったミスリルへの総攻撃の警告。そして予告は現実となる。その日、万弱と思えたミスリルが宗介と金目の9ヶ月間を見守った街並みがアマルガムの猛攻に震えた。 彼女は絶対に守るミスリルからのサポートも、金目の協力も得られない絶望的な状況の中、宗ケは、相木アーバレストでただ一人死闘へと向かう。さらわれた、千鳥金目。大破したアーバレスト。崩壊したミスリル。すべてを失った宗ケは、東南アジアの町ナムサクを訪れる。宗ケは、エース闘技場の闇バトルに参加するため、弱小チーム。 クロスボウの操縦士を志願。整備試験オーナーの波や、気のいい、フランス人、ルポライター、レモンたちとの思いがけない、穏やかな時間を過ごす宗介だったが、彼には、ある目的があった。ナムサクでの死闘により、瀕死の重傷を負った宗介はレモンに助けられ、コートニー中佐のもとで、ひたすら回復と、リハビリに努めていた。やがて判明する幽閉された。 千鳥金目の居場所。無謀と知りつつも、金目奪還のため、自分の目的のために巻き込み犠牲にしてしまった少女の復讐のために、宗ケたちはアマルガムのアジトへ乗り込む。しかし圧倒的な戦力差と裏切り者が宗ケを阻む。絶望的な状況の最中、最高の相棒と戦友が宗ケのもとへと集まっていた。あるの新たなる姿、新型エース。 アークスマイナス8レバ庭園の圧倒的な戦果により、二経路での戦闘に勝利した宗介とテッサたちは、各地に散らばるミスリルの残党と接触していた。そんな中、テッサは、ある重大な情報の入手を急がせる。そして、宗介とテッサたちは、この世界を変えてしまった事件が封印された、ソ連の極秘実験都市、ヤムスク11へたどり着くこととなる。そこにはレナードもまた、 ある目的のために潜入していた。そこで宗介は、レナードと交戦し、レナードからこの世界の残酷な真実を聞かされる。失った戦友や、自分のせいで死んでしまった少女。レナードから聞かされた、この歪んだ世界の真実。そして、その歪んだ世界を元に戻すレナードの計画。葛藤する宗介だったが、レナードが、ミスリル残党の戦力を分断するために、 核戦争を引き起こそうとしていることを知る。全面核戦争による世界滅亡のカウントダウンが始まる中、多くの犠牲を払い、宗介は最終決戦仕様の霊馬庭園で決戦のチメリナ島に飛び立つ。舞台となる年代は1998年4月から2000年。基本的には20世紀末の現実世界に準じた世界を描いているが異なる点もある。しかし、 囁かれるもの、ウィスパーアードの出現が確認された1980年代前後か、世界情勢は本来の歴史とはさらに大きく変わってしまっている。大まかな相違点としては以下のものが挙げられる。原作が本編シリーズと短編シリーズで異なった作風であることもあり、アニメ版も各作品ごとにそれぞれ独自の作風となっている。また、いずれも後に、 ATX や独立曲 BS11 等でも放送された。いずれのシリーズも原作と際があり、一作目は特に独自色が強い。フルメタルパニックのタイトルで2002年1月から6月までワウワウにて原作小説戦うボーイミーツがあるから揺れるイントザブルーまでのストーリーが全24話でそうされた。原作では ウィスパードをめぐる謎や、ブラックテクノロジーをめぐる戦いが本筋となっているが、アニメ版一作目の本作では、序盤で触れて、以降、ほぼ言及されていない。またシリーズを通しての敵として描かれるアマルガムに、関しても、全面的に改変され、登場しないため、原作では組織の意向に沿って、クラマと行動しているガウルンが単独版として描かれている。その結果、 走るワンナイトスタンドを映像化した第8から12話では、原作とは違い、真相が明らかにされず終わっている。一方で、アニメオリジナルのお色消し委員や一部短編のストーリーが挿入されており、SF 作品、軍事作品としての色合いが強い原作の雰囲気とは大きく異なり、学園物としての色合いが強くなっており、原作との雰囲気や方向性の面でも大きく異なっている。 その他大きな変更点としては、第14話から第17話まで描かれた、アニメオリジナルエピソード内、第15話から第17話まで展開された、故郷に吹く風では、アニメオリジナルキャラクターとしてザイが登場し、宗ケに戦闘技術を教えた設定となっている。原作ではカリーニンが全て教えたことになっており、終盤の親子という関係に大きく関わっている。上記の結果、 原作からかけ離れた作品になったため、後述のディレクターズカット三部作のブックレット等で、原作者であるガトー賞にからは、もう少しやりようがあったのではないかとコメンを残している。原作小説で舞台として登場した北朝鮮が、ハンカジチ州、アフガニスタンが、ヘルマジスタンと、それぞれ架空の地名に変更されている。また、作中の時代設定も、 原作の1998年ではなく、当初の放映予定であった2001年に変更されている。映像セルソフトは放送当時に DVD が、ブルーレイボックスが2008年6月に発売された。後日のアニメ第4作、インビジブルビクトリーに向け、第1期を監督の千秋が葬式のもと2010年代における最新技術でブラッシュアップ作業を施し、 2017年11月より、TV アニメ、フルメタルパニック、ディレクターズカットと題した全3部作の総集編が、随時都内2カ所、大阪1カ所の劇場にて1週間限定で、劇場上映された。具体的なブラッシュアップ展及び新規要素は、下記の通り。第1部、ファーストセクション、ボーイミーツガールは2017年11月25日より、公開。 第2部、セカンドセクション、ワンナイトスタンドは2018年1月13日より公開。第3部完結編、サードセクション、イントゥザブルーは2018年1月20日に公開された。第1部の興行収入は510万円。いずれも後に ATX にてテレビ放送された。以下の記述での略記は DC 版とするフルメタルパニック ふもっふは2003年8月から11月まで富士テレビにて放送された。アニメーション制作は京都アニメーションが担当。公式略称はふもっふ。放送回数は全11回だが、前後半で異なるサブタイトルが付くものを書く1話と数えると合計15話になる。DVD は全6巻発売17回2007年6月22日に リボトバックスが発売された。原作の短編シリーズをアニメ化。そのため、シリアス要素は、ほとんどなく、第2期という扱いもなされていない。第1話の次回予告において、金目は、学園ラブコメと表現している。一部の回では、放送時間30分のうち、前後半15分で、タイトル名が異なる。また、第6話、暗闇のペーシェントでは、 主題歌を歌う下川三国が声優として特別出演している。話数はバンダイチャンネル及び独立有曲に倣う。フルメタルパニック。ザ・セカンド・レード。フルメタルパニック・ザ・セカンド・レードとして2005年7月から9月までワウワウにて放送された。フモッフに引き続き京都アニメーションが制作を担当。全13話でグロデスクな描写が見られるため。 R-15 指定相当となっている。また、最終話のみ、放送時間が延長された。公式略称は、TSR。TSR は、長編の、終わる、デイバイデイをアニメ化したものだが、第1話から第4話は、原作にはないアニメオリジナルエピソードとなっている。ただし、原作が前後巻きの短い話のため、5以降の、エピソードでもオリジナルシーンが、 随所に散りばめられている。前作とは違い、長編のみで構成されているため主な舞台は、学園ではなく、軍。オリジナルストーリーも挿入されているものの、アニメ第一作とは違い、原作長編の雰囲気そのままのシリアスなストーリーが展開されている。第一作で削除されたキャラクターの多くは、本作が初登場となる。ただし前作に引き続き、本作においても、ウィスパードや、 ブラックテクノロジーに関連したシーンのカットが多く見られる。本作では、ソウスケやテッサなど一部のキャラクターのデザインが変更され、一部 AS のデザインも第一作から一新されており、後に原作にも反映された。ワウワウノンスクランブルアニメ初の 5.1CH サラウンドステレオ放送。DVD は第一話放映開始一週間前に放映された。 特別番組フルメタルパニック TSR ライトノベルの夜明けを収録た全7巻。放映の約半年前にプレ DVD としてオリジナルストーリーのシーンレーデが月刊ドラゴンマガジン等で市場販売された。本編 DVD に関して初回限定版の収録音声はドルビーデジタルの 5.1CH 及び ステレオ 2.0CH さらにコメンタリーが収録されているが通常版についてはステレオ 2.0CH のみとなっている。また DVD の初回限定版には DVD 収録話と同じ本編を収録。音声はステレオ 2.0CH のみしたなが付属した。DVD のジャケット側。 初回限定版と通常版で異なる画だが、どのジャケットには通常版の画が,が採用されている。DVD ボックスは2007年7月27日に発売され、DVD ボックスにおける DVD の内容は初回限定版と仕様が、同等の本編の収録音声がドルビーデジタル 5.1CH であり、映像、音声特典も収録されている。 2008年9月26日に、後日の特別版 OVA、シーン00、ライトノベルの夜明け、映像特典、香港ロケ映像も収録された、ブルーレイボックスが発売された。ドルビートルド押し押し 5.1CA1、マルチチャンネル音声が、リニア PCM では、ステレオ音声が収録されている。また、DVD 同様コメンタリーも収録されている。 2008年の地上波放送時では残酷描写においては恋シャドウをかけるなど表現規制が行われている。また最終話は通常のテレビサイズでの放送となったため BGM の一部変更や佐柄宗介とテレサティスタロスサの会話以の部分がカットされて放送された。2006年5月26日に DVD にて発売された全1話。 割と暇な戦隊長の1日を収録。限定版には TSR で同梱されていたンドが廃止され、画頭賞に脚本の新作ドラマ CD、ありえない授業が同されている。BD ではフルメタルパニック、ザ・セカンドレードブルーリーボックスに収録されている。短編5巻、どうにもならないゴリム中に収録された同名のエピソードを映像化したもの。終わる。 デイバイデイアニメ TSR の後日談にあたる内容である。登場人物はミスリルの人員だが、クルーゾーやカリーニンなど一部キャラクターの本編では描かれなかった面が描写されており、そのギャップが笑いを誘う出来となっている。2018年4月から7月まで第4作目フルメタルパニックインビジブルビクトリーフルメタルパニックインビジブルビクトリーが ATX 東京 MX 他にて放送された。アニメーション制作は、ゼベックが担当。公式略称は、4、IV。原作本編第7巻、続く、オン・マイ・オーン以降のストーリーが、アニメ化された。第4話、第8話の放送翌週には、それぞれ総集編として、インターミッション、インターミッション2を放送。それにより本来の枠では、第11話、 第12話を放送できなくなったため、両話は同年7月に別枠で放送された。2015年10月24日に行われたファンタジア文庫大感謝祭2015にて、新作アニメの企画が進行中であることが発表された後、2016年10月22日に行われたファンタジア文庫大感謝祭2016内のペシャルステージにてプロジェクト初期、タイトル フルメタルパニック、ーとメインスタッフ、放送時期が発表され、2017年1月20日に、正式タイトルが発表された。TSR に引き続き、おおむね原作に準じたストーリー構成となっているほか、合計20期を超える AS が登場し、各和スタッフとして、伊豆淵博士や大張正美など、ロボットアニメへの参加経験を持つスタッフがなお、連ねている。ただし、 CG の比率は TSR よりさらに増えており、車両や AS も基本的にはすべて CG、停止中の姿は TSR までと同様アニメーターによる手書きで描かれている。BD、DVD には特典として原作小説第6巻をもとにしたオーディオドラマ、踊るベリーメリークリスマスを収録した CD が付属するほか、フモフの 新作オーディオドラマが収録予定。また、本編映像は 5.1CH 仕様となっており、BD 版はイヤフォン、ヘッドホンでサラウンド音声を再生できる DTS ヘッドホン X に対応している。出展マイナス。アニメ第4作の放送を記念し、過去のアニメシリーズをつなぐオーディオドラマ、フルメタルパニック。 踊るベリーメリークリスマスが2016年12月23日より、ランティス YouTube 内講チャンネルで配信された。各は、式同時による、新規イラスト1枚と共に配信。前日の通り、インビジブルビクトリーの BD 及び DVD の特典 CD として封入される。発売元はすべてポニーキャニオンである。原作関連テレビアニメ関連。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。